埼玉新都心ジャガークリニック院長の木下裕和です。おい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 、栃ノ心の太もも、栃ノ心の太ももなんだお前。はい、どうも、ジジイです。なになにジジイですだって。なにジジイ。はい、おい、じゃがいぶたです。あのね、テンション低すぎあのすいません、番組ですから。いや、さあ、このね、ジャガー横田ファミリーチャンネルをご覧の方は女性の方がね、どうも多いようなんですよね。ですから今日はですね、こちら更年期障害は女性だけクエスチョンということで、これは男性のお話になります。男性向けのお話なんですけども、皆さんのご主人とか皆さんのお父さんとか、そういう方にもしかしたらこれかもしれないというお話でございます。彼氏って可能性ないの？だからジャガーさんぐらいの年齢の方の彼氏ね。ああ、彼氏、それはありえますね。20代とありあるかもしれない。それはありませんね。じゃあ60ぐらいの人がね、彼氏が60歳から。私はまだ59代あるかもしれません。もう多分これが放送される頃はジャガーさん還暦です。ね、行ってみましょう。今日のね、これ実は病気なんです。更年期障害って病気なの？LOH 症候群と呼びます。日本語では加齢男性性腺機能低下症と、ね、加齢わかりますね。年取っている男の人の性機能が低下してくる病気と。バームント加齢だよでしょ。あ、加齢違い。はい、JJ 君、もうちょっと元気出していきましょうね。あ、突っ込んでもらわないとかわいそうでしょ、ジャガーさん、うん、さあ、これはどういう病気かと言いますと、これ加齢に伴う、わかります？年取ってくるとということですよ。男性ホルモン、はい、テストステロンと言いますの低下によって引き起こされる症状、うん、これを示すことが LOH 症候群と言いますね。さあ、テストステロン、男性ホルモンなんですけども、一体どんな働きをしているのかがこちら、ね、男性ホルモンなら作れる場所は、作られる場所わかりますね、大使 JJ。 もう決まってるでしょ。どこ？精巣。おお、正解です。ガチで？ガチです。精巣で作られるね。あ、お前読んだでしょ、あそこ。読んで読んで。精巣はどこにあるんですか、ジェイジェイ君。いや、もうそんなの決まってるでしょ。はい、おでこ。おいおい、なわけねえだろお前。脇の下。はいはい、どうも。はい、どうも。普通に睾丸じゃないの？正解です、睾丸にありますね。さあ、この働きですけど、いろいろあるんですよ。例えば脳の働きとしては性欲攻撃性ですよ。このテストステロンが減ってくると、これが減ってくるわけ。やっぱり年取ってくると丸くなってくるって言うじゃないですか。角角。いや、言わないんじゃないですか。え、言う言いますよ。丸くなると丸くなると言いますよ、ね、やっぱここなんですよね。テストステロンの働きが落ちてきた場合かもしれません。さあ、筋肉、筋力の維持に働いてるんだけども、テストステロンが少なくなれば筋力も下がってくる。おお、はい、これちょっと書き忘れてしまいましたね、これね。エリスロポエチンのこと。エリスロポエチン、いや、字が汚いですねはい、これはまあ貧血と、ね、読めない読めない関係が来ております。さあ、次、骨髄、血液、幹細胞の刺激、わかりますか、幹細胞って。白血球、赤血球、血小板になる大元、つまり血液を作るわけですよ。リンパ球、はい、好中球。おお、お、好酸球、好塩基球、よく知ってるね。だから難しい話をしたらね、それから皮膚も毛髪の育成、つまりテストステロンが減ると毛はどうなるの、大臣。なくなるでしょ。だんだん寂しくなっていくと。まあ、その他にも生殖器、陰茎の発育、精子の生産、つまりテストステロンが減ると精子の数は、ジャガさん、減るに決まってんだろ。いや、なんでね、なんで怒ってるの、一回一回普通に言ってたら減るに決まってんだろうだって全部大笑状態、もしかして今、ね、え、吉田広勝こと言ってやかましいやもん。さあ、血管にもこれ作用するんですね、動脈硬化の予防、つまりテストステロンが減れば動脈硬化の進行に働く。はい、こういう、あ、何ですか。え、マジでビビったんですよ。はいはい、更年期障害になるまで、うん、陰茎の発育ね、ずっとでかくなるの？いや、そういうことじゃないですよ、そういうことじゃないですよ。あ、立たなくなるってこと？え、まあまあ、それもあります、それもあります。あ、性機能が、え、ダディ、動かしてください。はい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 、僕のことはいいんです、置いといて。さあ、年代わかりますね、5、60代が最多。おー、入ってまーす、ね、入ってまーす。当たってるね、当たってる。いや、当たってないよこれ、ストレスがさらにですね、ただでさえですよ、老化現象でテストステロンは少なくなってくるわけですよ。
そこに加えてストレスでテストステロンはさらに下がります。原因はですね、家庭や職場ですよ。あれ、全然ストレスないもんね。いや、あるよ、もれっきりあるでしょ。JJ 君どう思いますか、ね、家庭なんか全然ないよね。ダディのストレスは家庭が多いですか、職場が多いですか。職場だよね。両方じゃない。あ、正解です、正解です、正解です、ね、大正解。ねちょっとあのボケないで言われるね。ちょっと待って、家庭にあるってことは私って言ってるようなもんなんだから。違いますよ、JJ 君ですよ。ザキーだ。ザキーだ。まあだからね、このぐらいの年代になってきた男性は本当にストレスに注意してください。そうしないとどん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 この状態に近づいていくわけですよ。でもストレス解消法がわからないっていう人いるよね、よくね。いますね、うん、それは自分で見つけなきゃいけません。もうストレスたまんないからですな。ね、羨ましいね。本当好きなこと言ってるからね。さあ、症状としてはこんな症状が皆さんご主人とかお父さんあったらこれ気をつけてください。いきなりうつ症状。JJ君、JJ君、なんで寝てるんですか。大丈夫ですか。起きてくださいよ。そしてここ性機能低下ドンです。これ出てくるわけ。あーじゃないですか。そこだけ。あーってこう指さすのだよ。それから認知機能まで低下する。わかります、認知機能って。物忘れ、たまに言います。忘れません、全然忘れません。さあ、それから骨も弱くなる、心臓血管も弱くなる、そして内臓脂肪が増える。これメタボに近づいていくわけですよ。メタボリックシンドローム。それにインスリン抵抗性、これ糖尿病に近づいていく。頭痛、めまい、耳鳴り、頻尿、不眠、無気力、イライラ。あ、イライラ。いや、待て待て、昨日すごかったよ。いやいや、それはね、仕事で忙しかった、これだからね、職場でのストレスね。あれさ、そして家に帰ってきたら、さらに家庭でストレスドーンですよ。何それ。いやいや、JJ 君のストレスでドーンですよ。あー、むかつく。まあまあ、別にいいですよ。さあ、これですね、実は皆さん質問項目がありますので、これを覚えていただいて、皆さんのご主人とか彼氏じゃないですね。やってもいい。お父さん。やってもいい、一応。じゃあね、お二人は僕がどうだっていうことを考えながら点数を合計していってください。いや、じゃあ合計して。いや、悪いけどいい、もう。もうそう、全部5でしょ。いや、待て。いいですか。1点はなし、2点は軽い、3点は中等度、4点重い、5点は非常に重いですからね。ですから満点はこれ17項目ですので、85点満点です。いいですか、85点満点いきますよ。はい、1番、総合的に調子が思わしくない。これはなしだな。なしね。はい、2番、関節や筋肉の痛み。なし。3番、ひどい発汗。うん、それは軽い。はい、次、睡眠の悩み。なし。なしね。よく眠る、しばしば疲れを感じる。うん、軽い。軽い、2点ね。はい、イライラする。あ、これは重い。そう、うん、そうでもないでしょ。短期だもんね、基本。神経質になった、最近神経質になった。あ、ずっと神経質だから、これはね、非常に重い。いや、待て待て、これ最近だから、元々じゃないですか、これ。最近変わったってことですよ。あー、元からか。はい、なし。じゃあ、中等度にしとこうか。はい、8番、不安感。最近、不安感集まる。あ、病院始まった時、あー、やっていかれないんじゃないかとかよく言ってたからな。やっぱり、始まってる中等。もう、8ヶ月経ってますから。中等。はい、次、体の疲労や行動力の減退。あー、まあ、これも、まあ、軽い。なしでしょ、これ、どう考えても。あ、そこでも、もう、老化してんだよ。はい、筋力の低下。あ、これもう、いや、なしだろ、鍛えてるから。それと関係ないけど。筋トレしてる。いや、関係あるでしょ。私、鍛えてるけど、衰え感じるもん。いやいや、そういうプロのレベルじゃないんです。はい、次、憂鬱な気分。これ、ないね。ない。全くないね。いや、非常に重いじゃん。全くないね。これはいい。はい、次、性格。絶頂期は過ぎたと感じる。うん、それは、非常に重い。待てって。な、そんなわけないよ。今からですよ、絶頂期は。厚かましい。力尽きた、どん底にいると感じる。あ、それはないな、性格的に。なし。全くないね。ヒゲの伸びが遅くなった。知らない。あ、それはもう重い。非常に。ちょっと待てっての、な。白髪マジでも白髪。いやいや、これ伸びだから、白髪と違いますから。何生えてんの？見たことない、生えてんの。生えてる。脱毛するからよ。そうってるからです。はい、次。性的能力の衰え。あ、これはなし。いや、なし。事務所どころじゃん。非常に重い。なしの2倍じゃん。だってお母さんとやってない。ほら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 、性生活を世界に言うなっちゅう。だって俺、普通奥さんしか知らないもんね。見た時な。あの JJ 君にね、同意求めても知らないでしょ、そんなこと。
恥ずかしいからお前。さあ次、早朝勃起の回数。知らん知らんよ。じゃあ非常に重いってこと。いや、ダイビーしないでしょ。あ、じゃあ立たないの絶対。はい、じゃあ非常に重い。はい、17、性欲の低下。あ、もうこれ重症重症。あ、ちなみにジャガーさんの、はい、採点でいくと、はい、48点。待て待て待て、おいこれ危ない。中等度に入っちゃうやん。これもう50点を超える方はこれもう重症ですからね。これちょっと治療を考えた方がいいと思うんですね。よかったね。いやこれだよ、これ正常ですよ。お父さんは、まあ、ちなみにダリーは、はいはい、うん、85点かな。満点だそれ。満点じゃねえかそれじゃあ。いやいや、これですよ、全然違いますよ皆さん。まあ、最後の3つはでも5確定じゃない。でもなん、そんなことないよ。いやいやいや、どうよ。いやでも大事に言って、同じ人飲めない。3ぐらい。いや絶対ない、100ない。いや本当に恥ずかしいやね。これ分かった。じゃあそんな風に思いっきりだったら、今年何回したって言おうぜ。今年そんな、今年入ってから遊び人としたのかって。何回したか。そんなもん昔から立たないから。次行っていいですか。次行っていいですか。さあこれですけども、実はね、これを予防する実は策があるんですよ。でも書いてあるね。これ実はね、女性の更年期障害ってまあ努力してももう改善しません。だけど男性の場合はね、ちょっとした努力が改善のヒントになります。こちら、生活スタイルです。生活スタイルをちょっと変えるだけで、このテストステロンは再びドガーンと上がって、ドガンとはこれね、ちょっとずつ上がってきますよ。運動始めたか分かった。だってお母さんとさつき始めの頃、若いのにさ、30代なのに運動のうの字もしなかったもん。だからあれだよね、もう電車をもう早くもう行きたいからっつって、うん、あの階段をなんか一段跳びがなんかしてジャンプしたら、はい、足首ひねって打撲するとか。あとは途中で息切れがして筋肉が動かなくなってね。すごいよね、ほんと恥ずかしいですよ。でもほんと運動すると、実はね、これ男性はテストステロンが上がってきます。特に筋トレ、女性はなんでなの、私運動してんの。そしてこれ大事、人と楽しく競うんですよ。あ、これね、実はテストステロンを上げるコツなんです。例えば、まあ、麻雀をするでもゴルフをするでも何でもいいですよ。人と競うことでテストステロンは、なんで私と競わないんだよ。で、何を競うんですか。何でもだよ。何でもだよって勉強で競っても意味ないでしょ。違うよ、運動だよ。運動プロと全くのアマチュア競っても意味ないでしょ。大丈夫だよ、このスポーツはプロレス以外だったら。あ、そうですか。じゃあスキーとかやっちゃう。あ、むかついた。自分が一級あると思って。いやいや、だからね、これ実は女性は無理なんだけど、男性の場合はこういう生活スタイルで変わりますので、なんかね、うちの旦那最近ずっと家にいて邪魔なんだよね、こういう場合はこういうの進めてください。え、運動を進めるとか、人と楽しく競うことを進めてください。そうするとだんだん家にいなくなってね、せいせいするかもしれません。さあこれまあちょっとだけ、治療法言いますけども、まあこういう生活スタイルを心がけていただいてもなかなか治らないという方、もしくはこれできないという方はですね、テストステロン補充療法っていうのはあります。これまあ飲み薬ですね、飲み薬なんですけども、なんと漢方薬で補充液気湯っていうのが効くかもしれないと、こう言ってらっしゃる先生もいます。まあこれは分かりません、僕も。でもちなみにですね、このコロナウイルスの時に一番よく出された漢方、これなんですよ、補充液気湯なんですよ。この免疫を上げるためなんですけどね、このテストステロンが衰えてきた時も、こう、なんていうかな、体を元気にするような作用がある漢方薬もいいかもしれないということなんです。 JJ 君どうですか、今日は。将来君もなりますよ。そうそう、なるね、30年後には。いやでもな、56歳になってもね、勃起する自信あるな。いや、そこじゃない、そこじゃないから。そこじゃないから。だって広い発汗だって今でもそうだし、うん、関節筋の痛みだ、今も痛いし、それは運動すっからね、うん、まあそれよりさ、更年期障害が男性にもあったっていうことですよ。あ、それもどうでもいいんですよ。いや、これ大事だ、これ一番大事だ、これ一番大事だから、これね、これ一番大事、皆さんに知っていただきたいことでした。ないと思ってんのかな。いや、一般的にそうでしょ、女性のことだよね。目立つんだよ、女性の方が多分。何JJ どうした、どうした、 JJ どうした。あ、ごめんなさい。ねえ、人事なんだね、この子には。まあ今のところはね、しょうがないね。まあしょうがないですね。そういうことで何が悪い。ダメなの、お前見つからなんだよ。まあですからね、こういう症状が改善するかもしれないですよ、うん、
ね、家でなんかお父さん粗大ゴミみたいになってることあると思います。ぜひ筋トレ、それから人と競うことを進めてあげてください。これがなかなかできないから、うん、皆さん筋トレじゃなくてもいいから軽い運動、関節を回すとか、そういった筋を伸ばすとか、そういうところから始めて運動しましょう。はい、終わり。さあ皆さん、今日はいかがだったでしょうか。はい、次回のこの、すいません、もう一回いきます。何だったかな、締める。じゃあ JJ 君お願いします。締めてください。はい、どうぞ。また次回だ。もっとはきはき言えよ。いや、自分も関節悪いでしょ。気にしてます。はい、お願いします。ということで、次回のところでまたお会いしましょう。すげー。オーストリア。